お疲れ様でーす。じゃあこれ東北道ですね。この先深い視界不明。いやー通ってきたとこ平泉のとこ止まっとるな。事故やったよね通った後に。まあまあ岩手県は除雪あんまりとはほとんどしてないよ。これ宮城県入ったら、まあまあアスファルトもちょっと見えてるぐらいで、はい、走り良いですね。あれ岩手県はちょっとひどいですね。インターとかだけ一生懸命やって本線を除雪しないというね。サラーと書いてくれればいいけど、一回も書いてないってことだろうな。もう車線も狭くなってきてて。ういしょ。じゃあ、とりあえず、一個通行止め解除になったんで、はい、行こうか、って。福島、郡山から白川の矢吹か。あそこも止まってるみたいでね、事故で。まあまあ、これ、まあ、こっちやと、まあまあ、通常っちゃ通常や。振るときはこれぐらい振るんだね。あとは除雪がもう危なかったな。今日はちょっと荷物重たいのもあるけど、秋田道とか、東北道、岩手の間、除雪しなかったんで、かなりアクセル踏み込まんと走ってけんぐらいだったんでね、燃料が突き上げたな。はいーと。これ、ええ感じっすよね。うん、こらよ。多分除雪隊も走ってるやろな、これね。じゃあまあとりあえず郡山の手前やで当たったらぐらいまでとりあえず走っていくのは、あとは那須小田原なんでね、郡山南白川行きつくとか赤やないか、台湾富山つくことで解除。よしよしよ。いやー嫌ですね。まあ関東あたりどうやったんですかね。大したことなかったやろか。まあ東北これ通常なんでね、なんだ恐れることはございません。まあでもやっぱり週末なんで普段出かけない人も出かけとるで、まあでもまあこの時間だと車もすくんでね、まあ大体事故やって一回止めようかみたいなもんなんやな。はあ、平泉のもののとこもあれ、まあ僕もついさっき通ってきたとこやけど、つこ止めになってましたね。で、なんかこっちゃうて。ここらでザーッと書いてますね、一回ね。うっこら、ちょっと。まあ、雪の降るときはいつも雪降る方向に走っていくのが一番ですよね。中央道なんかほぼ終わってません、あれね。八王子から、どこまででしたっけ、中津川まで。ほぼ全線やねんか、あいつ。行きませんわ。はい、まあ、小田原までなんでね、とりあえず、おろしは。それから、千葉まで行かなかん。で、また、秋田も前戻って。今年はなんか、秋田が大流行りっすよね。ふっくらひょっと。まあ、これぐらいは、なんちゅうっすか。こう、別に、これが透明とかでこんな状態になると、もう、おったおったになって、渋滞になってやけど、こっちはみんな、ね、ペース変わらず走っとんね。いくらちょっと。まあでも今年は雪多かったんちゃうかな。
くらいでしょ。まあ、普段降ってるとかね、いつも降っとるやつは。新潟とかね。新潟の湯沢とか、あの辺とかもえぐいでね。いくらやいいくらしょ。これがでも一回書いてくれてない、これ書いてなかったら、湯書いてなかったら、まあ、ここらも結構走りにくいやろね。でもまあちょっとわだちできてるぐらいなんで、これぐらいやと、まあ、そんなに大して、あのタイヤも取られないということで。雨の日と帰りませんわ。ふっくらしょっと。やっぱりこの間もあの、国道7号線、新潟県から山形県へ入ったらいきなり雪がなんてあったんで、やっぱ県境ね、県によって除雪の早いとこ、遅いとこっちゅうのはありますよね。まあ岩手県なんかひどいけどね、除雪隊おるんやけど、あとはどこ書いてんのみたいな。ねえ。本線やらんとあれインターとかをやっとんかな。今日ちょっと重たいからね、上り坂ごとに走らになってくるやな。燃料食うく。よし。こちらは食ったろ。これ前のトラックを見てください。これナンバーも見えなければ観音扉も真っ白けっけってこの後ろもこんなになってるやろな。よいしょ。いやちょっとこれ荷物ほんま重たいけどね。いつもやったら数本ぐらいまで持つんやけどね、燃料やばかったですね。374リッターも入った。大丈夫かよ。ガス欠進んでやないですか。よいしょ。なんかなくてもね、繰り返されるやろね、登りで。早く行ったね。せーのやろ、これ、さっき一緒に立ち上がった。うーりゃ。明日そういや祭日だよね。知らなんだ。建国記念日やった。まあ普通に仕事ですが。よいしょ。まあでももうちょね、もうそろそろ仕事量も増やさなあかん。増やさなあかんじゃ、減らさなあかん。ほらよ。ああ、そういや、寿司ペロの炎上事件、なんか自主退学したやったね。まあ、でもどうなんですか。まあ、確かに許されんことはやったんやけども。あんなに拡散して、ほんの数日で自主退社まで追い込まれるってすごいよね。まあ僕も昔いた会社で、あの当時ワイドショーにも出たんでね、正月明けで話題の何にもない時で、会社内で殺人事件があって、で、あの時当時、今でも残ってるはずですね、
福田倉庫、福田ウィングで2チャンネルで過去の動画を見ると、福田倉庫、福田ウィング殺人事件ぐらいで調べたら今でも出てきますね。はい、その時も、200台ほどの会社やったんやけど、まあ当然そういう殺人事件があったりすると、こう会社に苦情っていうか、いろいろなその電話がかかってくると、そのほとんどの人は名乗らないと、名前をね、どこどこの誰々ですけど、今回の件でちょっと一言って言えばいいけど、普通の会社のクレーム入れるときに匿名なんかで受け付けませんからね。まあ学校やったで、こう炎上もしてるで、まあ対応したんやけど、学校でも本来そうっすね、どこどこの誰々ですけどって名乗って初めてクレームやでね。よいしょ。ほとんどの人が、おい、前だよ、前んとこの、前、学生だよ、みたいな。そんなもんしよ。もうね、その昔いた会社の殺人事件あった時も、まあ大概かかってきたけど、で、オタクだねー。いや、オタクだるってお前、みたいな。お前、ちゃんとじゃあ、お前、会社に電話かけてくるときに、お前、名前も名乗らんと、お前、ただのやがらやねんから、みたいなね。まあ、ほとんどがそうだと思いますね。高校に電話入れた人らもね、ゆっくりしゅっくり。ああ、これ週末やで、やっぱ下りは帰ってくるまで、ワンサカっぽいやな。まあでも、金曜日なんでね、だいぶ、少ないやろけど。よっしゃ。じゃあ、ついさっきまで、ここのインターから、富谷のジャンクションまで、仕事もやったな。いやー、常磐道行きたいとこやけど、今日、那須のあの辺りなんでね、大田原って。西那須なんで、豆腐うどん行かなしゃあない。4号線行ってもええんやけど、多分こんな時で白川なんか行ったら、もうツルツルやるんでね、危ない。よいしょ。じゃあ、ちょっと長いこと通行止めあったみたいなんで、ここらからもっと路面良くなってきますね。さっき立ち上がるときちょっと渋滞って言ってたけど、大丈夫やな。へへへへ。じゃあ路面も見えてきたんで。まあ言うてるうちに郡山までも帰るのなんて途中やろな。よいしょ、木の先落下物。除雪隊が出てきたね、除雪隊が。これはまくれんか。とりあえず右足とくか。よし、大丈夫だな、負けないな。はい、今日はワンパックス。あかんか。あ、いける。よいしょ、いける。まあ、名神なんかよく停電渋滞なんてしますけど、東北道見てください、これ。まあちょっと雪があるんで怖いなっていう後はこの除雪隊についていくね。で、まあガチで降ってくるとね、乗車線を塞いだりしますが、東北道ってこんなんですね。まあ本当に今これ除雪もしないでね、縁刈り牧でしょ。はい、これ名神とかやったら、僕がっつり縁刈り牧でも引っ張り寄るでね。はい、これが雪国と雪国じゃないところの違いですね。よいしょ。さあ、まあこの先まで登りがあるんやな。ほら、やっぱり綺麗に書いてますね。
苦労しとって、よう書いてこれ、誰もよう聞いてますね、これね。これ。まあでもこのようになったらあんまりね、ガリも巻かん方がええけどね、下手に溶けん方が、まあでも中途半端な冷え込みなんで、危ないです。これよ。ほら、また福島あたりも吹っ飛んねやろね。この、つぶすの入り口。もう、もうこうなっとるやけ。よいしょ。この先に、仙台北部道路に切り替えるジャンクションがあって、多分そこから先はまた路面状態変わるんでしょうね。よいしょ。まあ、さっきもちょっと、ちょこちゃっぱらで急にしね。ねえ、ちょっと解除になるまで止まってこうか、言ったら、はまってもて、ってね。どうしよう。何やってんだよ、これ。どうだ、自己処理か。そうなんだ。何だ、あ、なんか木が倒れてきてたな。そんな雪の重みがきで気が倒れた。よいしょ。いやー、まあまあ、とりあえず郡山まで行けるんで大丈夫でしょ。着くでしょ。まあ、明日にもドロジャーも積み置きなんだな。あとは月曜日弱なんで。ああ、大田原でうろうして、いつもの市川で住んで、秋田またもう一枚戻ってから。まあでも今日ちょうど、あれやな、明日おろして、行きつけの散髪屋が大田原にあるんで、散髪行けますね。よかったよかった。あれ、もうジャンクション超えた。なんだよな。落下物、落下物って、これみんな足回りに指がいっぱいついてるんで、ちょっとこうガタガタとかでなると指が落ちるんでね、多分そのことを落下物、落下物って感じだな。何も手やんけってね。仙台北部道路富谷ジャンクション。あ、そうか、さっ